オックスフォード伯爵、エドワード・ドビアーは、エリザベス一世時代のイングランドの貴族、文人、儀曲、助上詞で知られ、シェイクスピア作品の原作者に犠せられたことがある。1550年、第16代オックスフォード伯ンドビアーの息子として生まれた。聖果はイングランドで2番目に古い伯爵領を継承する家柄である。当時の監修により、大量や、 トーマス・スミスの家庭で育てられ、ケンブリッジ大学の下、フェロー、トーマス・ホールによって教育を受けた。1558年に、ケンブリッジのクイーンズ・カレッジに入学しているが、正式には卒業していない。1562年8月に、父が亡くなり、第17代オックスフォード博を継承。若いエリザベス1世の第一秘書であった、ウィリアム・セシルを直属の上司として、 その監督のもと、フランス語、ラテン語、天文学が、舞踊、乗馬などの修行に励んだ。1564年に、おじで翻訳家のアーサー・ゴールディングに、ポンペウス・トログスによる歴史の公害す、アブリッジメント・オブ・ザ・ヒストリーズ・オブ・トロゲス・ポンペウスを与えられ、古代に関する興味を喚起させられている。1575年からエリザベス一世の命により、 外国へ派遣されその年の2月にはフランス王アンリ3世と王妃に越見を許されている。3月にはストラスブールでヨハンネス・シュトゥルム博士に会い、それからミラノを経由してベネツィアに向かっている。イタリアでは他にシエーナに滞在している。1577年にはパリにいてユグノー戦争の第6次戦争にはアンリ3世に奉仕を申し出たという。帰国後、 裁判制度にイタリアの方式を導入したとも言われる。1604年に54歳で死去、息子のヘンリーがオックスフォード博位を継いだ。オックスフォード博の発展の刺繍オックスフォード博は、ブラックフライヤーズをはじめとした劇団や詩人、芸人の保護者として、称賛を博していた。詩人としても有名であり、同時代の批評家であるウィリアム・ウェップや、 ジョージュパトナムに賛辞を送られている。詩集、ザ・パラダイス・オブ・デインティ・ディバイゼスに、彼の詩が収められている。ウェン・ウェルト・ザ・ウボーン・デザイナー、イン、ポンペ・アンド・プライム・オブ・メイ、バイ・フーム・スウィート・ボーイ・ウェルト・ザ・ウビコット、バイ・グッド・カンシート・メンセイ、テル・ミー・フー・ワズ・ザ・イナース、フレッシュ・ユース・イン・シュガード・イン、ホワット・ワズ・ザ・イ・メアテ・アンド・デイリー・フド、サット・サイズ・ウィズ・グレート・ノア、ホワット・ハドスト・ザ・ウゼン・ツードリンキー。 ベンフンドラハステイハーアイス、ホワットクレードルウェルトザウロックドイン、インホープドイードオブフィアーズ、7年間の外国旅行の間に毎年4万ポンドを消費した。フィレンツェでは、トスカナ大公以上に豪奢な生活をしていた。エリザベス一世の前で再敬礼した際、たまたま放費をしてしまい、それを恥じて外国に出かけたのであるという噂があった。女王は帰国したを歓迎して、 あのオーナーはもう忘れました。白爵と言ったという。1571年、ウィリアム・セシルの娘アン・セシルと結婚、5人の子を設けた。アンは1588年に死去。エリザベス・ダービー伯、ウィリアム・スタンリーと結婚、ブルベック・ブリジット、バークシャー伯、フランシス・ノリスと結婚、フランシス・スーザン、ペンブルック伯、フィリップ・ハーバートと結婚1591年。 トマス・トレンサムの娘エリザベス・トレンサムと再婚、息子を一人設けた。ヘンリー第18代オックスフォード博、オーブリー、名刺商伝、不残望百科文庫、1979年、P156 から157。ありがとうございます。